F2 次期戦闘機開発は日本主導で始まったはずが、今ではイギリス主導になるとの見方も出てきました。今回はアメリカからイギリスへとパートナーが変更された真相に迫ります。日本とイギリスとて開発している戦闘機パーツをブラッシュアップさせることで決着しているのかな。アメリカも次期戦闘機開発には遅れを生じていますし、日本を構っている暇がないのかとも。2022年の末に、日本とイギリスとイタリアの各国政府は、次期戦闘機の開発を、その3カ国が共同で行うことを正式にアナウンスし、その名称も、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムと称すると明かした。そのプロジェクト名には、直接的に戦闘機を指し示す、ファイターというような英単語は見当たらず、その意味で言うなれば、厳密には、戦闘機の共同開発ではなく、戦闘機を含む一連の戦闘システムを見据えたものとも解釈できる。いずれにせよ、2022年の前半には、すでに日本とイギリスとの共同開発の方は、大手のマスメディアにおいても記事にされるなど、事前のリーク情報もあったが、そこにイタリアを加えた形で開始されることが確定したものとなった。日本においては、現行の F2 戦闘機を代替するものであり、イギリスやイタリアでは、同様に、現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体を、この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムで目指すことになる。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて、2022年12月の正式な開始の発表以後は、大手マスメディアによる続報も、あまり聞かないが、少しばかり気になる情報が、2023年2月に漏れ聞こえてきた。その情報によれば、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの推進に向けて、日本、イギリス、イタリアの同プログラムへの参画企業が、ジョイントベンチャーを設立し、イギリスに、その中枢を構える可能性が高いという。ジョイントベンチャーとは、日本語では、企業共同体と訳されることが多く、一般的な用語としては、土木建築の分野で、複数の企業同士が、共同で、一つの工事を行う際などに用いられる、三角企業の組織体のことを指すものだ。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムには、日本、イギリス、イタリアの各々の国から、数多くの関係企業が参画しているため、それらをまとめ上げるのは、かなり巨大なジョイントベンチャーになるのだろう。主たる企業の顔ぶれを見てみれば、まず、日本は、機体、及び、プロジェクトの全体の統括に、三菱重工業者、機関部に、IHI 社、電子機器類に、三菱電機が関わることが明かされており、その他にも、多くの国内企業が名を連ねている。イギリスでは、機体、及び、統括には BAE システムズ社、機関部には、ロールス・ロイス社、電子機器類にレオナルド UK 社、イタリアは、機体、及び、統括には、レオナルド社、機関部にアビオ社、電子機器類には、レオナルド社が挙げられている。こうした企業を、筆頭に、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおけるジョイントベンチャーは、組織されるものだと考えられ、イギリスに中枢部を置くということは、BAE システムズ社が、ボンドを取る可能性が高いのだろう。従来までのイギリス、イタリア、スウェーデンの間で進められてきた、テンペスト計画においても、取りまとめ役を担ってきた BAE システムズ社だけに、今回のジョイントベンチャーを主管することも、実績や能力からしても、過不足はない感は強い。しかし、これまでの日本は、次世代戦闘機開発に向けては、三菱重工業者を主管企業に据え、その傘下に国内企業を紐付ける、
ピラミッド形式によって、日本側が自らの主導的立場を貫くことを志向していただけに、今後の捉え方は複雑である。そもそも、次期戦闘機開発において、日本側がそうした体制を敷き、自国による主導を希求していた最大の理由は、F2 戦闘機はアメリカとの共同開発で行ったものの、完全にアメリカ側にそのすべてを掌握されてしまったことの反省があったと思えるからだ。そこでは、日本側がつぎ込んだ、例えば炭素素材による主翼の軽量化等の技術は、すべてアメリカ側に開示する必要が生じたものの、機体を制御するアメリカ側のソフトウェアについては、日本側には未開示という苦杯を味わった。そのため、F2 戦闘機はアメリカとの共同開発を行ったとはいえ、以後の日本側の理由による自由な仕様変更等は行えないというもどかしい機体となった感は否めず、そうした事態を繰り返さないための自国主導を掲げていた経緯があった。これが今回 GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおけるジョイントベンチャーの本拠地をイギリスに構えることで、プロジェクトそのものの主導権を BAE システムズ社に握られることを恐れ、それを危惧する声も出ている状態である。このジョイントベンチャーをイギリスに設立する動き自体が、そのままイギリスそして BAE システムズ社の主導に直結するのか否かの判断は難しいが、そうした恐れが増していることも、また完全に否定することはできないだろう。ただし、元々の立ち位置からして、日本は単独での戦闘機開発の経験は太平洋戦争後にはなく、唯一の同盟国たるアメリカとの共同開発や輸入に頼らざるを得なかったことは事実であり、新しい道を模索したのが今回という形ではある。韓枠、バアメリカやその軍需企業が日本に対して課してきた、これまでのような偏無的な条件の履行を、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでは払拭し、ある種の対等な立場の確立を期待したい。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムは、単なるハードウェアとしての新型の戦闘機を共同開発するという枠には収まらないと思われるが、戦闘機の開発に焦点を絞った場合でも、日本が自己完結を行うことは未経験の領域だ。引き換えイギリスの BAE システムズ社は、第4世代機とはいえユーロファイタータイフーンの機体そのもの、機関部、兵装といった要素の統合を実施し完成させた実績とノウハウがあり、そうした組織を仕切れる力を感じさせる。各々の国情に照らした場合、次期戦闘機に求められる速度や航続距離といった基本のスペックや、必要とされる兵装の量や組み合わせのバランスを満たすことは困難が予期されるが、それを最大公約数的に実現する手腕が必須となるだろう。そうした能力がジョイントベンチャーに課せられることを考慮すれば、戦闘機に止まらず、数多くの軍事分野で、プロジェクトマネージャー的な立ち位置をこなしてきた BAE システムズ社は、今のメンバーの中では、最も適役と言えるかもしれない。航空自衛隊では、今後、およそ100機ほどの近代化改修を施した F-15J イーグル、調達中の F-35 ライトニング2の A 型105機、B 型42機と次期戦闘機を現行の F2 戦闘機と同数で置き換えるならば、それを90機前後揃えることとなる見込みだ。次期戦闘機に関しては、仮に GCAP グローバルコンバットエアープログラムによる開発が効果的に完了し、取得する場合、E の製造コストが低下した場合には、もっと調達数を増加させる可能性を指摘する声もある。
しかし、そもそも、現行 F2 戦闘機の場合も、はじめは、141機の調達が想定されていたものの、製造コストの増大と、バブル景気崩壊後の防衛予算の縮小から、結果的には、94機の製造に止まるなど、縮小傾向に陥ったことも、記憶に新しい。ただし、現時点で、日本が必要とする次期戦闘機を90機だと仮定しても、イギリスとイタリアを含めた場合には、少なくとも、その需要数は、300機から400機ほどには達すると目されており、1機あたりの開発コストは低減させられるとの見方が強い。ただし、個人的に注意が必要だと感じているのは、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにて完成した機体を他国に輸出して、生産数を上げることに、いたずらに期待を持つことであり、必要以上に、それを当てにするべきではないという点である。